願いいたします。はい、前半ですね。前半が、まあ、昨日の試合からやっぱり全然こう切り替えができてなくて、まあ、その一個一個のボールに対してやっぱりプレッシャーをこう全然かけれてない なのでやっぱり単発のシュートを結構ワンオンワンですね、ワンオンワンのシュートを簡単に決められてしまって、まあ、前半苦しい、状況になったんですけど、後半入る前ですね、後半入る前に、まあ、選手たちで、まあ、コミュニケーションをすごく取ってて、まあ、今まで以上にハーフタイムがすごくコミュニケーション取れてたなと。で、まあ、その結果、まあ、かなりこう局所ですごくインテンション高いディフェンスができてましたし、特にそのクラントン選手のところをやっぱり簡単にあそこを起点にささなかったっていうところはすごくうまく守れたなというふうに思いますし、まあ、後半そのスクーティーランダルのところもこう簡単なヘルプにもいかなかったし、でもとはいえ最後のシュートを打つ瞬間のところはしっかりみんながヘルプに行けてたし、その後のリバウンドもクラントン、昨日やっぱりクラントン選手とか簡単に取られてたんですけど、今日はチップアウトしたり工夫して簡単には取らさないということができてたんで、まあ、非常に後半はいいディフェンスができたんかな、できたんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当3クォーター、4クォーター、まあ、自分たちが目指すディフェンスバスケットができたんで、まあ、もちろんそのファウル気味な部分もあったと思うんですけど、とはいえ昨日今日レフリーはそこまでやっぱりそのボディコンタクトのところはほとんど吹いてなくて、ハンドチェックのところはだいぶ吹いてたんですが、ハンドチェックはやめてちゃんとボディコンタクトでボディアップしてしっかりディフェンスみんな頑張ってたと思うんで、まあ本当に選手はよく頑張ってくれたかなというふうに思います。今日みたいなオーナーシップというか自分たちがチーム勝たすっていう雰囲気ができたら、ああいうふうにヒーローも出てきますし、そのヒーローの周りのアンサンヒーローっていうのも出てくるんで、やっぱり今日はすごくチームにとっていいゲームだったかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。